うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はアーカイブアップロードのシェアをさせていただきたいと思います。このアーカイブアップロードというのは一体何ぞやということなんですけど、以前ガズレレ YouTube で取り上げてた曲を今このタイミングで、この秋、今秋の香りがしてきたこのタイミングで歌いたいという曲をこれからまたシェアしたいと思います。今日のテーマソングはこれ、ドーン、サザンオールスターズのやーやー、あの時を忘れない。これ歌詞の中にも秋という言葉が登場する、もうキュンキュンソングですよ。これやりましょう。秋にこの曲を弾く、この喜びみたいな感じですね。はい、アーカイブならではのこの楽しみ方、ぜひ皆さんもう一度チャレンジしてみてください。それではサザンオールスターズのやーやー、あの時を忘れないガズレレレッスン動画どうぞ。どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、やっぱりウクレレにはぴったり合うサザンオールスターズいきます。やーやー、あの時を忘れない、あの名曲をこのウクレレでガズレレ流シンプル簡単バージョンでやってみます。2バージョンやります。それでも最初のバージョンは初心者でもなるべく簡単にできるようにした超簡単バージョン、後半はいろんなリズムであのムードを高める感じのビートを聞かせた感じでかっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。じゃあサザンオールスターズのやーやー、あの時を忘れないガズレレ流簡単バージョンの方からやってみます。懐かしい時、秋が恋を切なくすれば通り見ぬキャンプス涙のチャーベル、忘られぬ日々をとびきり素敵な恋などもしたと思う、帰らぬ思い出 Time's all by シュガシュガタイアプリッシュ、もう一度だけ会えたらPleasure, pleasure, ただプレプ、いつの日にかまた Sugar, sugar, やーやー、プリッシュ、美しすぎるほど Pleasure, pleasure, ただプレプ、忘られぬ日々を、忘られぬ日々を。せーの、じゃじゃん、サザンオールスターズのやーやー、あの時を忘れない。いいですね、やっぱりサザンオールスターズ。グッときます。はい。皆さん、これは心地よ、気持ちを込めてね、ゆったり、もう4つ弾きでこの曲十分だと思うんですけど、今のシンプル簡単バージョン、もちろん、ショートカットバージョンアレンジでいったんですよ。フルでやりたい方、歌詞とコード。コードは一緒ですから、歌詞2番とか貸して、足して、オリジナルの楽譜を書いてくださいね。で、テロップと一緒にできた方も、やっぱり自分で書いて、自分だけで歌ってみてください。その時の参考になるように、ガズのノートを見ていただきます。ガズアレンジではですね、いきなりもう歌から始まる、シンプルなやつにしましたんで、ぜひ取り組んでみてください。コードはね、初心者バージョンは簡単になってます。ちなみにいつものことですけど、この下にくるっと囲ってるところで出てくるのは後半やるかっこいいバージョンで使うコードですんで、これはですね結構シンプルですけど、ちょっと見て気づきました。今回この1マスがでかいですよ。ここで CCG7G7 1,2,3,4 って弾くって、言葉がいっぱい詰まってるっていうか、テンポがゆっくりなんで、まあそういうイメージになるんですけど、そこだけ要注意ですね。今日ワンブロックが大きいですよ。言葉がこうザーッとこう流れてる感じ、はい。そこだけちょっと注意していただいて、メモってください。一時停止でね、ここ A メロ、1番、2番ってことですね。だからソウルフルに歌いたいです。もう桑田佳祐さんの、もうね、あのフィーリングがもう、やっぱりね、はい。あ、で、この辺とかも見てもらうと、これ4つ書いてあるから、かっこいいバージョンでここ4つコード弾いていきますということでございます。まあ、今のシンプルバージョンのこことかね、Dm、
G7CC とか Dm7A7 とかこういう4つ出てくるんですゆっくりなんで曲がねこれもちょっとやってみましょうはいじゃあ1ですね、はい、ここがサビですからねこれがね、はい、ちょっとここは後で解説しますちょっとサビねでまたここガズレールオリジナルアレンジで B メロの2番からこうサビが終わったらまたこう続いてって2番のサビやってここまたサビ1へ戻るサビ1へ戻ってきてそのサビ1戻ってきて繰り返したところのこの最後のところでここでラスト繰り返し忘れられぬ日々を2回やって終わったというのがガズレールオリジナルアレンジになってだからここにラスト繰り返しって書いてありますここのフレーズのところはいこれがガズレール流アレンジでございますでね今日ちょっと場所なくなっちゃったんですけどまずね今日出てくる今やったシンプル簡単バージョンのコードはこれです C と Am と F と Dm G7Em7A7 ですこれね 1,2,3,4,5,6,7 個ですね今日コードはねこれはいつも毎回出てくるこれですはいガズレール必須コードというものでございましてこのガズレール必須コードっていうのはですね皆さんウクレレで音楽始めようと思った方が一番最初に覚えた方がいいと思われるウクレレにとってめちゃくちゃ便利で簡単で抑えやすいコードのグループのことをガズレールではこうやってガズレール必須コードと命名しておりますめちゃくちゃ分かりやすく頭にスッと入るように面白くコードが覚えられる動画を撮ってここに貼っておきます。この動画でコードを覚えると楽ですよ。ガズレール必須コードは10個。なあ、ここで楽しく覚えちゃいましょう。今日そこで出てくる7個なんで、入門コードでございます。はい。今のシンプル版、簡単バージョンでも十分やりがいあると思います。ぜひ皆さんやってみてください。じゃあ、ここから、かっこいいバージョン、さらにかっこよくいきましょう。入っていきます、説明。コードが、おしゃれなコード、ちょっといくつか足していきます。みんなで見ていきましょう。まずね、このサビでね、出てくるコードなんですよ。シューガ、いやいや、ここね。ここのコード。はい、ここに書きました。F、メジャー7ですね。これね、大文字の M はね、メジャーってことにしてます。こっちの D マイナーと A マイナー。小文字の M は、マイナーっていうのがガズレレ表記ですけど、大文字の M はメジャーです。これね、ほら、ちょっとトイボフレット。解説します。さあ、F メジャー7を押さえる場所は、こことここですね。こことここ。こうやって押さえるのをおすすめしております。人差し指を浮かしておくのがポイントでございまして、例えばこの後ね、この曲だと F メジャー7から E マイナー7と思うんですけど、その時にここ、5フレットまで結構距離があるでしょ、ここ。その時にこの人差し指が一歩先行けることで、こう、なんかイメージとして得するような気がするんで、これおすすめしておりますけど、もちろんこれでもいいですよ。もうどんな押さえ方でもいいですけど、とにかくこのこことここ2個、F メジャー7。おしゃれな響きです。なんとも言えない。これ使っていきます。はい。はい、じゃあ次。次はですね、あ、これね、ちょこちょこ出てくるやつですね。Gm7 です。これ。これ解説。これはです、押さえる場所。ここと、ここ。ここと、ここですよ。だから、ここ2つキュッとする。で、ここ、このぐらい反り上げてください。このギュッと反って、ビチッと引っ付けて、ちょいと。これですね。はい。これは、ね、いい響きで、これも。で、これもですね、こういう風に押さえても別にいいですからね。ここ、一個ずつね。とにかく、ここと、ここを押さえ。Gm7。はい。はい、次。もう一個出てくる。これね。これは、典型的な、初心者が難しいコードの、よく出てくるやつ。Fm ですね。はい、押さえる場所いきます。ここと、ここで、こうやって、押さえ。この押さえ方が教科書通りの押さえ方でございますが、ガズさんは ここの部分を親指でこう押さえちゃうというね、こういう風にやってます。どちらでも音が綺麗になってればね、いいと思います。はい。はい、親指で押さえる場合は手首を上にグッと持ってくる。人差し指で押さえる場合は手首を下に持ってくる。この辺が使い分けでございます。はい。この3つのコードを追加して、かっこいいバージョンはやっていきます。はい。で、弾き方の解説ですけど、前半はドン、ガズペジオという弾き方でいこうと思います。こんな感じ。ちょっとアルペジオよりも迫力があるというガズレレのオリジナルのまあ分散和音ですね。この弾き方と、その後半の B メロからサビにかけては16ビートのチャです。ゆったりしたやつ。シュルシュルナイアクリシュ美しすぎるもの満足チャカ満足チャ。はい。この16ビートのチャ。この2つの弾き方を使い分けて盛り上げてやってみようと思います。この2つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガズペジオと16ビートのチャ動画を見てやってみてください。ガズペジオの方は比較的なんかこうトレーニングするとすぐできると思うんですけど、この16ビートのチャの方はちょっと難しいです。で、リズムのこのストロークっていう風に言うんですけど、まずこの基本は8ビートというリズムから始まって、8ビートのチャ、16ビートのチャという感じで階段を登るようにやっていきます。このチャというのは、
これ打楽器の要素として使うわけで、今のないバージョン、これが入るとこう打楽器みたいにドン、タッとスッとタッと、これがかっこいいなということで。で、そういうわけでございます。16ビートのチャというのはちょっと難しいんですけど、まずやってみたいと思った方は8ビートからだんだんやってみてください。さっきのリンク先のところに行くと8ビートから載ってますんでね。さあ、こういうのはだん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 体に落とし込んでいくというイメージでやってみるといいと思います。あとはですね、さっきも言ったんですけど、このワンブロックにコードが4つ入ってくるとかいうパターンのところ結構出てきますんで、そこら辺のぐらいで特に大きい決めみたいなのはないんですけど、この曲はやっぱり本当バラードで、ラブバラードでしっとりとゆったりと、このハートをね、ハートフルに、こう届けよう。この感覚がある方がよりベターな、なんかこう盛り上がる、テンションが上がる感じに演奏できると思いますんで、まずこの心持ちをね、こうまず一回落ち着けて、深呼吸してからこう、カッと入っていくようなイメージでやるのがいいかなと思うんですけど。やってみようと思います。サザンオールスターズのやーやー、あの時を忘れないガズレレビュー、かっこいいバージョンやってみる。気を忘れないガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。ああ、いいです。もう何も言葉はいらない。歌があれば十分な感じの曲でございますもんね。やっぱりこのグッとこう込められる、ここに込めて、ここを込めて込めて、そんなのがもう本当に実感できるいい曲だと思います。皆さんもぜひ歌ってみてください。いやー素晴らしい。やっぱりもうサザンオールスターズとウクレレの相性はもうバッチグーなんでございますよね。そしてこの楽しさをですね、ぜひ周りの方にもお伝えして、あ、ウクレレ楽しいよって感じでお伝えしてください。ガズレレ YouTube チャンネルもね、ぜひご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。はい、そしてこのサービス始まってます。ガズレレとズームでマンツーマンレッスンしてみませんか。はい、詳細もここに貼っておきますけれどね、ぜひご応募お待ちしております。あといつも使ってるガズのわがままウクレレ、ただいま事前予約注文受付中です。ご興味ある方ちょっとホームページ覗いてみてください。で今ね、すでにご注文していただいてお待ちいただいている、皆様、ありがとうございます。ちょっとお待たせしておりますけれども、毎日ベトナムで愛を持って、ウクレレ制作しておりますんで、もう少々お待ちくださいませ。よろしくお願いいたします。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。
曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、書いてありますんで、ね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのね、ところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね、水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納するともうね、オールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないというのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くのあの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう、音楽聴くよりやる方が楽しい、ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。